ちょっと聞いてほしいことがあるんですよ。いいですか？はいはいはい。ちょっと嬉しいんだけど、うわーっていうちょっと疑問なところもあるようなニュースが一個入ってきまして、今ね、日本人2人が所属している、うん、ドイツのフランクフルトが今絶好調なんですよ。うん、長谷部選手と鎌田大地選手が。はい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 。今4位につけていて、うん、このままいけば来年チャンピオンズリーグ出られそうなんですよ。あ、なるほどね。そうそう、はいはいはい、あれなんか欧州の舞台立ってなかったっけって思いの方もいらっしゃるかもですけど、はい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 、実はその時出たのはヨーロッパリーグなので。そうですね、 ELE とこまで行きましたもんね、一回ね。そうなんですよ、はい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 、ただなんとチャンピオンズリーグ出られそうなんですね。はいはいはい。でもしチャンピオンズリーグにフランクフルト今年行けた場合、来年長谷部誠選手は2009-2010シーズン以来の約11年ぶりのチャンピオンズリーグ。あんまりいなそうですね、チャンピオンズリーグ11年開く人ね。いないですね。しかも38区になって戻ってくるってのは、なかなかないことだから今。すごいね。ピルロみたい。そうなんですよ。そんな感じでフランクフルト湧いてるんですけど、はい、ちょっとね、来年やばそうなんですね、すでに。やばそう。実は監督のヒュッター監督って、そのチャンピオンズリーグクラスまで押し上げてくれた監督がいるんですけど、彼がちょうどこの収録している4月13日に、今年でフランクフルトの監督辞めるっていうもう発言しちゃったんですよ。どうやらボルシアメンヘングラートバッハに来年から移籍すると。なるほど。っていうのが、あれと。あれ？じゃあいいじゃない、監督で。長谷部監督で来年もちょっとやるっていうサインもしちゃったから長谷部監督プレイングで。でもね、まずそれだけじゃないの、はい、スポーツダイレクターのヒュブナーさんっていう方とか、はい、あともうフランクフルトの取締役でもあって、スポーツ部門の責任者のボビッチさんっていう、その、はいはいはい、長谷部来年もやるっていうふうに聞いてくれた人がいるんですけど、みんな辞めるんですよ。フランクフルトの中核全員辞めるの。なんでなんで、なんかクーデター的な。いや、たまたま、たまたま、全部たまたまなんだけど、はあ、でそれでいて今鎌田選手も今アシストランキング競ってたりするんですが、アシストランキング今競ってる中には同じチームメイトのアンドレ・シウバ選手って入ってるんですよ。で彼も移籍しそうで、はい、同じく中盤で活躍してるコスティッチ選手っていうやっぱりもう中核がいるんです、彼も移籍しそうでってので、あら、じゃあちょっとフランクフルトちょっとやばいっていう。これもじゃあ、もうまさに長谷部監督で好きな選手取ってやっちゃえばいいんじゃないの。ライセンス持ってんですか？ S 級持ってんですか？ S 級とかじゃないんですか？持ってはないんで、で終わった後に取りに行くって形で。ああ、そうなんですか。うん、ああ、じゃあちょっと無理か。そうなんですよ。で、だけど本当は今年までだったみたいです、長谷部さんも。引退。へえ。で実際ちょっと出れてない時期もあって、確かにかなって思った時に、ボランチで確か誰かいなくなったんですよ、ちょっと怪我かなんかで。だから、はいはいはい、ちょっと長谷部代わりにまた久しぶりにセンターバックじゃなくてボランチやってくれるかい、OK だよ、そういうことで。なんだ。そうで、その時に試合内で一番走ったんですよ。はあ、はあはあ、でもまだいけるじゃないかってこと分かってすごいなこれ。だからでもな、日本人監督が海外で出るとしたら絶対長谷部さんでしょ。っていうか、絶対長谷部さんでしょ。絶対。だからなるでしょ。出る出ないじゃなくて、長谷部さんはなるでしょ、ブンデス。2部ぐらいから始まるでしょ、きっと。一応本人の中では、まずライセンスは取るっていうふうにはもう明言もしてるんですけど、でもいろんなところに興味があるみたいです。なるほどね。だからもうそのスポーツダイレクター、いわゆる現場じゃない方にも やってみたいなのもある。でもなんかいろいろやったりするんでしょ、監督もやったり。なんか、ね、外国だから。外国っていうか、サッカー大国だからいろんなとこやってみて。ね、いきなり監督でね、なんかセイドルフみたいになっちゃったかわいそうじゃん、現役でやってたの急に。ね、フルス呼ばれて、ね、監督ダメじゃないかみたいな、辞めさせられちゃったりすると、ちょっと傷ついちゃうもんね。確かにね。まず他のクラブがいいんじゃないの、まあ、戻ってくる前提でね。ね、分かんない。まずとりあえずドイツで監督のライセンスを取るってのは、もう本人の中では決めてるみたいなので。ドイツのライセンスがないとダメみたいなのが多分ある。それとも何、ヨーロッパのウェファのライセンスでしょ多分。それもあると思うんですけど、なんかドイツでなんかあるらしいんです。ドイツで取れるんでしょ、それが。そうそう。それは日本で監督やるのには使えるのかしら。使えないです。使えない。多分使えないと思います。使えんのかな。一応日本は日本で別なんですよね。だから日本と海外とあれがね、かなり隔たりがあるからね。多分向こう大なりこっちなんじゃないの。こっちのレスキューは向こうじゃ使えないけど、ね、向こうのやつはこっちで使えんじゃない。
多分人教えてみんな多分そうですね。だってじゃあだってユルゲンクロップ日本でできないの？そんなわけないでしょ。日本来るときベンゲルこっちで S級取った？取ってないでしょ。いやそうで、なんかがね、確かね、一応このなんだっけライセンス持ってたらこれに相当するみたいなのが細かくあるってのは聞いたことあるんですけど、教えてほしい。ああそっか、なるほどね。そうそうそう、でも向こうで監督やってる人はこっちで監督できる、多分大丈夫だと思うんですけどね。もうそこはできないってしちゃおうか、こっちはね、冗談じゃありませんよと。まずね、そこそこの読み書きとね、あの抹茶を3回回して飲めないと無理ですよっつってね。誰もやってくんなくなっちゃうかな。意外と海外の方の方がそれを今日やるでなんて言ってくれるかもしれませんね。やってくれるかね。いやー、長谷部さんはね、やっぱ向こうでがっちりなってほしいね。そうですね。長谷部って日本人なのみたいなぐらいの、逆に言えば。その後で言えばやっぱソン・フンミンとかとね、長友もそう、長友さんもそうですけど、監督ある、まあ監督というか、いわゆる 何かしらのそのヨーロッパのなんかスタッフ系のことをなんかやられるんじゃないかなと思うので。あ、長友さんもその感じ？長友さんもそうだと思いますね。そうかね。僕はまあでも引っ張りだこな気がしますね。あ、そう、あらゆる方向から。あ、まあね、人間としてはね、もう好きなんですよ。なんかそうか、うん、でもなんか世界を股にかけて夫婦でこう旅チューバーとかになるんじゃない、長友さんの場合は。なんかお子さんをいろんな国で育ててるみたいなさ、砂浜ダッシュとかしたりとか、そういうの見たいよね。見たいですね。可愛らしいしね、なんかそういうのいいよね。あ、だからその月になってくると今度川島さんとかですかね。川島さん、うん、川島さん俺ずっと鍛えててほしいな、いつになっても。やめてからも、やめて、今日は山ごもりで、ちょ YouTube チャンネルばっか考えてるけどね。今日は山で、森で木にボールを100個吊るして全部止めてみたいと思いますっつって。現役復帰のオファーが届きますよ、世界各国から。ねえ、ね、ストイックな感じでやってほしいね。川島チャンネルにしてはね、やってほしい。川島チャンネルになってるじゃん、もう。長谷部さんなんかは一回僕日本帰ってきて、ドイツ語講座やってくれると思ってますね。NHK で。それちょっと足場固めますよ、一回日本の芸能界でね。だ、一年、ね、それまた、はい、あれでしょうね、コロナとの云々の兼ね合いもあるんでしょうね、そうかもしれないです ね。あの、子育てとかもあるかもしれないし、一回日本語もね、っていうこともありますから、はいはい。やっぱり一年、二年くらい NHK ですとか、その辺の実況解説ですか、こうドイツ語とか、ちょっとバラエティーなんかも出ちゃったりとかしながら、一回ちょっと、長谷部誠はもう引退しましたと、これからテレビも出ますよっていうのやってから、ドイツでね、ちょっとまあ、おひげぐらいが、ちょっと髪の毛白くなってきたぐらいの時に、おう、ムッシュと、ね、長谷部、あのフランクフルトの長谷部、貫禄もあるわけですよね。おう、長谷部イズバックですよ。ね。いやー、かっこいい。それちょっとなんかさ、やってもいいんじゃないの。それまでに J リーグで監督やってもいいかもしれないしさ。ああ、ね。J リーグやんないか。ね、ちょっとリスキーやんなそうな気がしますね。リスキーというかね。あと、珍しくというか、向こうの方が知ってるっていう感じでしょうからね。J リーグ以上に、ドイツの方が知ってるじゃん。そうそうですよね。リーグ全体もね。うんうんうん、それもなんかどうなんか。まあでもなんか、ちょっと気になりますよね、今後がね。勝手にセカンドキャリアをね。勝手にセカンドキャリア想像するの楽しいですね。楽しいですね。まあ、長友さん、僕ね、中田秀さんとは違った形の旅人がいいと思うしね。ハッピーライフインザワールド。長友。ね。いろんな世界各地にハッピーを届けようみたいな。はい。体感。体感と体感っていうね。いろいろ感じ、まあね、感じながら体感も鍛えていくっていう本出しましょう。ね。でも、あれ出させてますよ、もう。長友さん。世界の文化を体感しながら。体感のね。体感しながら、毎朝体感も鍛える。浜辺とか岩の上とかね、市場の真ん中とかで体感鍛えてるとか。これ、俺いいんじゃないこれ。ね、面白いなぁ。そうだと思います。そうだと思います。いやぁ。インドでヨガして、これ意外と体感にいいよ、なんつって。そういうのとかね。なるほどね。あとだから今海外いらっしゃる方々は国内戻ってくるときは、まあ、長谷部さんは多分もうないでしょうけど、うん、あるんですかね、皆さんね、その長友選手とか、で本田選手、川島選手、長谷部選手あたりも多分戻ってこないのかなって感じありますけど、あ、もう世界で暮らすってことですか。そうです、そういう感じとも発言されてるから。あ、川島さんもそうなんですか。そうですね、だからまあさすがにないのかなと思うんですが、はい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 、他の方々はね、うん、例えばちょっと復帰も噂されたのがね、昨年のあの大迫勇也選手とか、
はいはい。ああ、J リーグもあるってことですか？そうですよね。なんかゼロじゃないんじゃないかなーってのを思ったりするから、か気になるところだなーと思ってて。小迫さんはでもあれだね。鹿島に戻ってきて、フォワードのコーチとかになりそうじゃない？いや、結果そういうとこになりますよね。か、居酒屋半端ねえをね、出して、もう、メガ盛りの、ね。半端ないなーっつって、半端ないよっていうあの看板がね、口で、鹿島ファンがそこでね、もうもりもりご飯食べるみたいなね。違います。ちょっと違うか。ね。キャラにないな、面白いな。そうですよね。酒井宏樹選手あたりはね、もうすでに会社も経営されてたりするから、まあ長友さんとかもそうですけど。何の会社ですか？今、ジュビロ岩田にいたのは、大津ユッキー選手いるじゃないですか。ほう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 と、二人で、いわゆるスポーツ選手のいろんな支援事業というか、これからスポーツ選手になりたい大学生のための、ジムみたいなのを作ったりだとか、コミュニティ作ったり。ああ、なるほど。へえ、あ、そういうのをやってるんですね。そう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 。まあ、コーチの可能性もあったりするけど、でもなんか、酒井選手もちょっと海外の、ね。そうですね。やっぱ世界で慣れてる方はもう死者作ってほしいね。なんかそんな感じでやってほしいですよね。ね。カーボフランス行った時にも集まれる、ね。居酒屋。で、居酒屋。居酒屋ゴリさん。ね。マルセイユ支店。マルセイユ1号店。なんで YouTube チャンネルと居酒屋ばっかりやってるの、そこで。拠点がやっぱり、もう、タッチ数をね、タッチ数とか触れたいじゃないですか、やっぱ引退後もね。そうですね。だって、マルサイユでも、だって、和食屋とかやったら絶対大丈夫でしょう。事業やるんであれば。いやー、勝てそうですね。一番愛された日本人でしょ、マルサイユで。いや、間違いないと思いますね。多分、それプラス和食文化余計なお世話。でもね、これやりたい方がいたら、酒井さんつって、ね、乗ったら、いいですよね。いいですね。日本酒も必要ですよね、それね。酒、ね、ライスワインも必要ですよね。栃木に美味しい酒蔵は私知ってますんでね。知ってる。ぜひ言っていただいたら、はい。なるほどですね。いいですね。そんなルートなんかも開拓できたら、かなり面白い。もし酒井さんだと何します？終わったと。ああ、ね、やっぱりフランスの子ってコーチですかね。コーチの方。コーチか、まあ、いわゆるビジネスサイトかわからないけど。フランスキャラはやっぱ残していたいですよね、やっぱね。ね、そこで第一人者みたいなね。そうですよね。なんか今でもこう、我々というか、ほら、藤田俊也さん。もう引退されてますけど、あ、はい、やっぱオランダのイメージ強いじゃないですか。で、やっぱオランダね。あそこにユトレヒトにいたわけでしょ。そうチームもね。で、今、JFA の支社っていうユトレヒトに置いてるんでしょ、藤田さんが中心。そっち側のね、あっちでやってるから。だからそういうのいいんですよ、だから。そういうのが続けられるとでかいですよね。うん、だからそういうオランダでいう藤田さんにみんななったらいいんじゃないですか。いや、それだと思うんですよ。大きなでフランスでいうね、坂井宏樹さん、はい、イタリアでいう長友さんなのか分かんないけど、はいはいはい、で山の中でいう川島さんってことですよね。どの山なんだ。ロープを吊るしまくってね、止めまくるっていう山奥の頑固なキーパー道場のね、仙人みたいな方としてね。どうやら東洋の人らしいぞなんつって、ね。1年間そこに預ければなんかすごい成長しかって帰ってくるっつって、おう、いや、ありだな、うん、ありかな。ただ味噌と醤油が手放せなくなって帰ってくるっていうんですね。みたいな、そんなのな。いや、そうですね。だ、そういうのも楽しみにしたいですよね、きっと。そういう楽しみはあるんでしょ、このワールドカップを何回も取っているような国のサッカーファンにはね。誰がどこで監督してるらしいぞとか、こういうチーム作ってるらしいぞとかね。日本もちょっとやっぱりもうワールドカップ 5回出てるわけですから、5回、6回かな、7回、6回、8回っていう風にも増えていくでしょうからね。きっとそういう楽しみも欲しいですよね、だから指導者さんが。そうですね、っていうね。あと最近ほら、日本でも、はい、いろんなポジションが増えてるんですよね、コーチの役職でも、うん、おー、ほら、まだ1年前には なかった役職でいても。フィジカルトレーナーみたいな方でしょ、フィジカルコーチ。あ、そうそうそう。ゴールキーパーコーチ、うん、とかでしょ。あと、それに、セットプレーとかこんなのもできたわけですよ、マーさん。何でしょう、ロールモデルコーチ。ロールモデルコーチ、内田篤人さん。なんか代表でしょ、それ。それ代表。ロールモデルコーチっていうのは、要するに、こう、あれでしょ。全てを学びなさいってことでしょ。そういうことですね。こういう人がいて成功してますよと。その、うん、なんかあれでしょ、師匠みたいなもんでしょ。
そうです、そうです。衣食住すべてから学びなさいってことでしょ？そういうことですね、きっとね。で、それで最近中村健吾さんも、道路モデルコーチになられたっていうのもあったりするんですけど。その JFA のですか？そうです、そうです、そうです。だから、でもやっぱ、まあさんもおっしゃられたように、フィジカルコーチとか、まあフィジカルは昔からいたかもしれないけど、やっぱ戦術分析担当とか含めて、だんだんこう各クラブだったり代表だったりも、ちょっとずついろんなコーチが増えてきてるなって感じがあるから。なるほどね。ねえ、もっとだからいろんな経験した方が増えるよ。キーンとかも増えそうですね。キーンはどうなの？ピピーンって笛吹いて、外出ダメですよとかさ。それ、もっとプロは。早く寝なさいっつって。修学旅行の先生見て、トンってあげて、早く寝ろっつって。あ、しゃあやぞっつって、パン閉めて。そこ自立できない子はやっぱプロちょっと厳しそうな気がしますけどね、でもね。あ、そう。あと、スタイリングコーチとかね。あなたこっちの髪型の方がいいわよとか。もうちょっとお肌焼きなさいよ。スキンケアできてるあなた。つって、あなたにそういうの似合わないわよ。とか。ね。あなたもうちょっとあの、天気見立てがあっち見なさい。つって、こっちのカメラがあんだから見なさい、ちゃんと。そう、メディア担当ね。メインスタンドカメラは3つありますね。だいたい点取った時はここ抜かれてます。だからキーパーね、油断しないでください。ビッグセーブだと必ず抜かれてますね。こっち、このスタジアムの場合、この角度で抜かれてますんで。そこね、しっかり、あの、顔。大丈夫からみんな頭入るから、それ。カメラの位置。あれもあるでしょ、先生。ロールモデルコーチって、またほら、監督やれる、あれじゃないけど、現役やめてすぐの方、うん、しかも、こう、世代が憧れの選手だったから、ね、ほかほかしてる時の方がいいっていうのもあってするじゃない、うん、そうですね。そういう役職として作ったっていうのもあるんじゃない、あれ。おそらくはそうだと思うんですよ。ね、すぐにこう、あれしたいけど、こう、みんな資格取ってくる世界だから、ちょっと飛び級じゃないかって言われないための。そうですね。うん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 、だ最初ほど2年間とかでしょうね、きっとね。で、そこからはまたちょっと変わってきそうな気がしますね。今思えば川口義和さんなんかも、最初はね、なんか帯同するような形でとかでね、ゴールキーパーのやつ、いたりしましたから、そこからこうなんかこう出てきてるのかな。いらっしゃいましたよね、この間ね、代表。今はもうあの、ちゃんとゴールキーパーコーチみたいな役職になってますからね。ね、ちょっと感動しますよね、あの、選手交代の時にさ、ホワイトボードで選手にこうやってやってるのが義和さんなわけよ、マスクしてるけど、よく見ると。やってましたね。感動ですよね。これがこれからもっと増えていくってことでしょう、将来的にはその健吾さんがやってるかもしれないし、今まさに現役でやられてる方々が15年後20年後そういうことやられてるかもしれないし、そうやってね、そのプロ野球とかそういうとこあるもんね、あーあの人今これなんだみたいな、やっぱ歴史だね、歴史ですね、あの息子さん会みたいなことになっていきますもんね、そんでね、いやきっとね、そういう意味では何度も言ってますけど、あの世襲制はいいんですけど、名前積んでいく方がね、代表のキーパーはもう全員川口ね、二代目川口襲名しておじいちゃんとか覚えやすいから、ああこれ、あれか次の川口かっつって子供たちが分かんなくなるよ、これどういうことって言って毎回川口って誰ってなる、ずーっとそうなれば分かるでしょう、もうね、もうサイドバック長友、二代目長友ね、この人高校生選手権の時なんか違う名前だった気がするけど、どうなってんのとか、そうかそうかサイドバックとか呼んで、長友は木村とか、ね、川口は山田とかにするもう分かんないから、そうか、なんかどうやったらもっとね、こう分かりやすくなるのかなと思って、ね、だって木村翔之助だって木村じゃないですよ、あれみんなそういうこと言ってんですよ、市川なんとかも、あれは市川か、ね、そういういや、いろんな桂とかね、三遊亭なんか名字じゃないですからね、あれ確かにそうですね、はいはい、そうそう、何言ってんですかね、僕ね全く分かんなくなってきますねそういえばね、あのこの間あの皆さんあの最近こうね、見る赤もやっぱ三本体制だったりとかもありますはい、いやー先生ちょっとこっからはまた次回続きます、うん、そうですね、ありがとうございました、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします、願いいたします、はい、そしてあの概要欄でね、いろいろ応募してますんで、ぜひ話のネタください、どうも、ツイッターもよろしくです、はーい。